はい、こんばんは、本日もね、また楽しいギターのお話をいたしましょう。本日ね、ご紹介するのはこちら、僕のね、メインのギターとなります、こちら、レスポールジュニアです。これはね、東京お茶の水にございます、G クラブ東京さんで購入いたしました。こちらの方にテロップが出ますが、これがですね、正直びっくり仰天の、オクターブチューニングの精度です。多分レスポールをお持ちの方だとすぐに気づくと思うんですが、この C の開放ね、こんな風に綺麗になるギターめったにないでしょう。 C の開放、いわゆるね、この、ミディアムスケールという、まあ、ちょっとここからここまでストラトキャスターに対して短いわけです。ストラトキャスターであればこう C の開放っていうのは合いやすいんです。ところがね、これもギブソンというかレスポールミディアムスケールが抱えた宿命とも言えるんですが、 C の解放が合いにくい。だからこういうふうにね、制覇してと弾くことが多いんですが、ところがほとんどピッチが変わらない。素晴らしい。昨年の12月だったと思いますが、友人であるジェイク・サイヤシとね、一緒に、お茶の水 G クラブ東京に参りましたとこ、これがもう世界にその時に3台か、世界に3台しかなくて、そのうちの1本がね、とっても呼んでたんです僕のこと、でもう半ばね、友人も強制的にこれ買った方がいいよと言われて、買ったんですが、本当にいいギターですね。素晴らしい。先ほど G クラブ東京さんとお話ししたんですが、まあ、特に、まあ、当たり外れとか言い出しちゃうとね、これまた問題があるんですが、まあ、G クラブ東京さんもお世辞で言ってくださったんだと思うんですが、まあ、弾き方が良かったと言っていただきました。本当に G クラブ東京さんにお世話になりっぱなしで、まあ、黒沢明さんにはね、お世話になりっぱなしでございます。ありがとうございます。改めて、弾いて言いたくなっちゃうような素晴らしいギターですね。ギタリストってそんなもんです。ずっと弾いていたくなっちゃうんですよ。今日もずっと朝から弾いて今もずっと弾いてます。そんなわけで改めて今日ご紹介したのは、こちら、ギブソン社のね、2020年モデルになるんですね、のレスポールジュニアでした。ピックアップにはね、友人がからもらった P90 のピックアップがついてます。大変優しい音がします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。